はい、どうも皆様、いらんからぷて、またまたちょっとだけお久しぶりです。ダラダラプレイヤーのキリンです。はい、なんでもないんですけど、なんでもないんですけど、そういえばモアイ買いました。モアイ、はい、モアイ置いてあります、家に。で、なんかちょっと近くに某なんだよ、うるせえな、おい、朝っぱらから何ボンボコボンボコやってんの。まあいいや、ちょっとヒゲのおじさん的なね、ルイージっぽい人映ってましたけど、あれフレンドさんです動画撮ろうかなと思って、サムネ用の写真撮ろうかなと思ってたらいたっていうね。はい、でなんかちょっと昨日までマリオだったみたいな、なんかそういう話をしてたんですけど、あとはなんだ、その僕がちょっとね、新しいお仕事でちょっとこう、もうすごいね、もうめっちゃかっこいい車乗れるんですよ、その新しい仕事がね。もうね、すごいよ。なんとね、ミッドシップエンジンのね、もうすごいスポーティーなね、実用的な車なんですよ。あー、すごいかっこいいよ。もう高速なんて走ったらね、もうエンジン音がね、もううるさくてうるさくてぶっ壊れんじゃねえかなっていう、まあまあまあ、軽なんですけどね。軽の、まあ、ハイゼットなんですけどね。よく知ってるでしょ。だいたい郵便局の人とかに乗ってるやつね。なんかバンっていうか、なんかハイゼット。はい。それはいいんですけど、まあ、ずっとフレンドさんもそれちょっと乗ってる方がいて、ミッドシップエンジンっすよみたいな、もうスポーツっすよみたいなね。なんでもないです。で、ほんで、ちょっと今日なんですけど、まあ、特にこれといって、なんだろうな、まあ、やりたいことも今のところあんまり俺ないんですけど、はい、一応生存報告も兼ねて、ちょっと DD にね、ちょっと行きながら、そうだな、結構前に、コメントをちょっといただいてたので、まあ、その中の一つね、喋りながら、あ、これ違うな、どこ行くんだっけ、 DD ってどこにあったっけ、南部か、南部市民かね、ちょっとまあそんな感じでだらっと、まああくまで、まあ、全部の動画そうなんですけど、まあ、僕の見た、僕の感じたエオルゼアみたいな、まあそんな感じで、また緩い感じでね、よろしければお付き合いいただければなと思っております。で、これちょっと侍なんだよね、これね、侍だから、ちょっと俺戦士で行きたいな。戦士でちょっとね、DD に行こうかなと思います。これどこまでやったんだっけ、31回、次31回、あ、いや、ここ行こう、11回からだから、うん、これ行くわ、これ行こう。はい、あ、ちょっと待った、 BGM 入れてない、 BGM 入れようね。はい、よし、というわけでちょっといよいよキャッシュアウトしたと思います。で、ちょっといただいてた質問っていうのが、これ結構前なんです。本当に僕ちょっとやってなかったというか、できなかったんであれなんですけど、2週間ぐらい前にいただいたコメントで、サブちゃんでもちょこっと嫁さんと喋ってたやつなんですけど、自分のメインジョブは詩人なのですが、次にタンクかヒーラーをやりたいと思っています。何がおすすめでしょうか。また、学者の冒険力、召喚師の冒険力のどちらかを使った場合、学者と召喚師はどちらともレベル60になるのでしょうか、っていうちょっとコメントをいただいておりました。はい、でね、ちょっとこれ確認取ってないんですけど、多分ですよ、冒険力に関して言うと、おそらくね、結果的に両方60になるんじゃないかなって思ってます。で、今ちょっとね、 DD 入っちゃったんで見れないんですけど、筋肉さん、こいつね、こいつナイトの冒険力を使ったんですよ。2700円のね、本ですよね、2700円ので、ナイトはレベル60になったんですけど、その時に、まあ、もちろんといえばもちろんなんですけど、なんていうかな、その元となるクラス、剣術師もレベルが60になってるので、こいつね、剣術師になってもレベル60のままなんで、まあ、おそらくその学者の冒険力を買っても、召喚の冒険力を買っても、まあその基礎となるジョブっていうか、ジョブじゃねえや、クラスか、あれは多分ね、波術師だよね。だから波術師のレベルも60になっちゃうと思うので、結果的に多分60になるんじゃないかなと思います。多分ね、多分だよ。なんですけど、まあ、例えば学者の冒険録を買ったとしたら、まあ、学者のジョブクエストは全部フルコンプリートになるはずなんで、まあ、スキル、アビリティ全部覚えるよね、覚えますよね、多分ね。で、かつ学者用の装備がもらえるはずなんですけど、うん、学者用の装備をもらえるよね。で、
ただし召喚師の方はレベルは60になるとは思うんですけど、まあもちろんジョブクエとかはやってない状態なので、まあまあまあ自分でこうね、まあ60になっちゃってるんでね、まあ全部バーッとすぐできると思うんですけど、まあそんな感じになるんじゃないかなと思います。自分でジョブクエはやるっていう形になるんじゃないかなって思ってます。こんな感じかな。でね、タンクとヒーラーをやりたいと思ってます。おすすめなんかないですかっていうことなんですけど、多分まだやってないってことですよね、きっとね、この書き方だと。でね、あの僕が結構ほら珍しいって言われるんですけど、 DPS がねあんま好きじゃない人なんですよ。なのでタンクとヒーラーしかやってきてないっていう感じなんで、一応60まではやってるんですよ。60まではやってるんですけど、あの本当にそれ以降って全然やってないので、まあ、DPS ね1個ぐらい、まあ、なんかレベル上げといた方がいいかなと思ってて、今ちょっと侍やろうかなってすごいね悩んでるんですけど、元剣道部だからね一応ね、まあ、試合とか出る前にやめちゃったんだけど、やめたくなかったんだよ俺。あのメニエールっていう病気になっちゃって、高校生の時に。でそれがね、メニエールだったの中学生かな、まあ、それでちょっとあの下手くその人に面ぶったたかれるともうクラックラしてこれはあかんっていうことで、もう本当にね、あの吐くんじゃないかっていうぐらいめまいしてぶっ倒れちゃうんで、これはちょっとできないねっていうことで、まあ、やめたんですけどね。剣道部やめてその後何やったんだっけな、いろいろやってましたよ俺。吹奏楽やったし、美術部も入ったしいろいろやりました。昔からね結構こう、まあ、よく多趣味って言われるんですけど、いろんなね、なんか興味あることをいろいろやりたい人なんですよ。まあそんな感じなんですけどね、まあ、だからあんま関係ないんですけどね、剣道部だったっていう事実はあんまり関係ないんですけど、はい、まあ、なのでちょっと侍とか、まあ、新選組とか好きだったんで俺、あのね、なのでちょっと侍やりたいなっていう感じかな。全然やってないですけどね。でもあとさ、あれよ、侍といえばやっぱりあのジンギスカン。ジンギスカンってあのあれでお肉の方じゃなくて、あのジンギスカンってあの人たちね、あの人たちのやっぱ侍っていう曲がね、もうすっごいこう頭の中になんていうの、あれですよ、こうね思い浮かんじゃうというかさ、サムライってやつ、もう知ってる人は知ってるはず。もう検索してみてすぐ引っかかるから、あのフンディアーって言うからすごいんだあれ。すっごい歌だからめっちゃかっこいい、まあ、そういう歌があるんですよ。まあね、ちょっとまた話それましたけど、でまあ僕おすすめとしては、あ、ちなみに僕が好きなジョブで言えば、あの戦士です。タンクだったら戦士で、ヒーラーだったら学者が僕は好きです。好きで、まあ、自分はやってるんですけど、まあ、これからタンクを始めるっていうのであれば、僕のおすすめはまずナイトです。ナイト、ね、そこ戦士じゃないのって思うかもしれないですけど、あの僕はナイトがおすすめなんです。これ本当にこれ真面目にナイトで、なんでかっていうと、まあ人によってもちろん好みは絶対あると思うんで、まあ本当いろんなジョブやってみてほしいんですけどね、あくまで僕ね、あれだよ、あのエオールゼアの何ファイナルファンタジー14のプレイヤー1万人に聞きました、第1位はナイトでしたとか、そういうことじゃないからあくまで僕個人的なんですけど、あのなんでナイトをおすすめするかっていうと、あのね、なんかタンクのやっぱタンカーっていうロールのなんか基本というか基礎というか、なんかそういうのが一番なんかこうナイトが近いかなっていう、そんな気がするんですよね。まあもちろんあのね、自分のダメージを軽減するそういうバフもあるし、あの味方をかばうこともできるし、でかつあの味方をね HP 回復したりっていうこともできるし、まあいろいろと、で戦士だったらこのオーバーパワー打てなかったわね、あのヘイトの取り方もやっぱりフラッシュっていうね、 MP 消費してこうレベル上がると確か暗闇も付与すると思ったんですけど、まあそういうのでヘイトをね、こう周りのヘイト取ったりとかで、一応範囲攻撃もあんま強くないけどね、1個できるようになったりとか、あドゥームもあるから2個かな、まあそういうのもあったりとか、まあほんとタンカーとしての基本というとか基礎がね、なんか詰まってるんじゃないかなって感じるので、まあ僕はナイトがおすすめです。ただまああくまでね、これから始めるって言うんだったら僕はナイトがおすすめなんですけど、まあ僕はやってて楽しいの戦士なんで、まあ戦士をねやってるわけなんですけど、まあもちろん暗黒騎士の方がやっぱり楽しいっていう人ももちろんいるだろうし、ナイト楽しいとか戦士楽しいっていろいろいると思うので、ぜひあの本当お時間がある時にいろいろ触ってみて、なんかあこれ楽しいなって思うのをやっていただければ、まあそれが一番嬉しいなと思います。
なんかね、やっぱ人によって強い弱いっていうのは多分あると思うんで、あとはその、なんだろうな、まあレイド行ったりとかね、いろんなところ行ったりすると、まあここはやっぱナイトがいてほしいなとかさ、なんていうの、戦士がいてほしいなとか、いや暗黒の方がよくねとかね、いろいろあると思うんです。おい、なんでサンダーしてんてめえ、おいサンダーサンダーサンダー、うるせえなこの野郎ね。まあいろいろあると思うんで、まあいろいろ触っていただければなと思います。でヒーラーなんですけど、まあ先ほどの話とほぼ一緒で、僕が好きなのは学者なんですよ。あ、ちなみになんですけど、レベル60までの話ね、俺戦士以外レベル70になってないんで、戦士は70にしたんですけど、他はちょっとわかんないんで、あくまでもちょっとレベル60までの話で、かつ僕の独断と偏見だと思ってくださいね。この話は特に先に言うの忘れちゃいましたけど、はい。でヒーラーに関してはまあ理由はさっきと同じような理由なんですけど、僕白魔導士おすすめでございます。僕はあくまで学者なんですけどね、学者が好きで学者をずっとやってるんですけど、まあこれからちょっとやってみるっていうんだったら、まあ、やっぱ白魔導士がまあとっつきやすいのかなっていうのはなんとなく思います。なんでかっていうと、いろいろこれも理由があって、やっぱり HP を回復するっていうところ、まあヒーラーなんでね、やっぱりね、まあ、もちろん暇な時攻撃しても全然いいと思うんですけど、でめっちゃ敵いない、いすぎじゃないこれ。まあそれはいいんですけど、なんつったらいいのかな、なんて言うんだろう、なんかすごいこう純粋に HP を回復するっていうところに、やっぱりヒーラーってこうたけ、ヒーラーっていうか白魔導士ってたけてるので、学者だとね、どっちかっていうとこうバリア型なんですよね、あいつね。なので最初やっぱり白魔導士の方がとっつきやすいんじゃないかなって僕はどうしても思ってしまうので、まあ、これもさっきと一緒で分かんないんですよ。もしかしたら学者やった方がなんかね、なんか学者の方がしっくりくるわっていう人もいるだろうし、まあ、あとはね、先制術師の方がいいじゃんって思う人もいるだろうし、まあ、本当これは個人差が絶対あると思うので、まあ、これもさっきと同じくいろいろやってみていただいて、まあ自分はこれがやりやすいなっていうのをやっていただければいいんじゃないかなと思うんですけど、まあね、すごい本当真面目な話なんですけど、仕事とかもそうじゃない、やっぱり自分に向いてる向いてないっていろいろあると思うんでね。うわっ、ね、うわっ、ね、うわっ、やめたもう。まあ、そういうオチ？そこで死ぬ筋肉さん。マジで、マジか。マジか。ちょっと、一回お家帰る。はい。帰ってきました。ね、ここね、ちょっとこう、なんだろう。水の音がうるさいんだよね、こうシャーって。何の音だ、噴水かな、あれかビスマルクかな。ちょっと水の音うるさいんですけど、はい、モアイの鼻先にね、こうやってケツ押し付けて座ってますけどね、え、まさかあそこで死ぬと思わなかった。はい、まあそんな感じなんですけど、まあ僕はタンクだったら、まあ、ナイトがおすすめで、ヒラだったらまずは白かなっていう感じでございます。いや、あくまで僕はっすよ、僕は、あくまで僕はね、これさっきも言ったんですけど、まあ、エオールゼアの人1万人に聞きましたとかそういう話じゃないんで、あくまで僕はそんな感じかなって思います。で、先制術に関しては俺本当によくわかんないんで、まあ、ぜひちょっとやってみて、あ、これ面白いなって思ったら本当それを続けていただければ、まあもちろん、なんていうのかな、まあその方が続くんじゃないかなっていうね。例えばなんかね、いや、そっか、ユキおじさんあれか、おすすめないとかみたいな、でも俺本当は戦士やりたかったんだよなとかね、なっちゃうとやっぱりなんか続かなくなっちゃうのもあるからさ、やっぱ、あ、でも、あ、なんかユッケっていうおっさんね、ナイトっつったけど、いや俺戦士超楽しいみたいなで思ったら、やっぱ戦士をやってほしいしね、いや、ユッケおじさんなんか最初しろっつったけど、学者の方がいいじゃんって思ったら、やっぱ学者やってほしいし、なんかね、こうあくまでこう数あるね、めっちゃ無数にある数あるこう判断材料の中の本当にごくごく一つとして、まあなんかなんとなくね、話半分に聞いといていただければいいかなって思いますね。やっぱほら、白魔導士なんかね、聞き覚えある魔法多いじゃないですか、ケアルとかリジェネとかで、先制術師に関しては俺本当に分かんなかったの最初、もうなんか魔法の名前が難しいみたいな、ベネフィークとかさ、
マレフィックとかマレフィラとかなんかいろいろあるじゃん。なんかデトリメントとかなんだそれみたいな、本当わかんない、本当わかんなくて、なんかでカードもなんか引けるようになるでしょ、おーおーおーみたいな、なんかあれみたいな、でディグニティとかさ、なんかテイルズオブディスティニーみたいだよね、なんかテイルズオブディグニティとか出そうだよね、なんかね、それやってほしいよね、スクエニとどこだっけ、ナムコだっけ、なんかねコラボしてなんかやってほしいよね、まあそれお嬢なんでもない、なんでもない、まあそんな感じなんで、まああくまで僕の、まあ、これからナイトじゃない、これからタンクとかヒーラーとか本当にやったことがないっていう時にやってみようかなっていうんだったら、まあここが僕はちょっとおすすめかなっていう、うん、あと本当ロール別、要はタンクがおすすめなのかヒーラーがおすすめなのか、どっちからやった方がやりやすいのかっていう意味であれば、どうだろう、まあこれどっちでもいいと思うんですけど、まあ、僕はヒーラーからね14始めてるんであれなんですけど、あのね両方やってるとね結構これ面白い発見があって、まあ、今ね大体の方分かってると思うんですけど、まあ、例えば仮に先にヒーラーをやったとしますよね。そしたらやっぱりタンクの HP をやっぱり一番回復するわけじゃないですか、まあ、タンカーの人がこう敵のね攻撃を一手に引き受けて全部ボコスカボコスカ食らってくれるので、あくまで僕個人的な話ね、あくまで僕個人的な話ね、いやたまに DPS の人もバコンって被弾したりしますけど、まあやっぱ一番回復するのって僕はタンクだと思ってるんですよ。タンクが一番食らうからっていう単純な理由で、でその時にやっぱりこういきなりタンクの HP がバスってこう半分になっちゃったりっていう、そういう攻撃とかも中にはあったりするわけですよね。でそういうタイミングをまあ徐々に徐々に覚えていくと、なんていうのかな、あの攻撃で多分タンク相当食らうなとかさ、で仮にこうバフ合わせないタンクさんだったら結構難しいコンテンツになっていくと、あ絶対あの人一撃で死ぬなっていうのが分かるんですよ。ね、あバフ合わせないとあれ死ぬなみたいなさ、そういうのが分かってくるんで、まあこう、まあ、死なないのであればね、バコーンって食らって HP 半分とか3分の1ぐらいまで減らされちゃうっていう攻撃であれば、もうそこに回復を合わせてあげるっていうのが慣れてくるんですよ。例えば白魔導士だったら、ああの攻撃来るなって思った時に、あのうまいタイミングでケアルラをもう栄翔始めてるっていう、でタンクが食らって HP がバチコーンって減った瞬間にケアルラが発動してもうすぐ回復するみたいな、だから減ってから魔法栄翔してるとちょっと遅れるじゃない、 0. 何秒か遅れるじゃない、だからちょっと間に合わない時っていうのがあるんですよ。昔のコンテンツしか知らないけどね俺はね、あのバハとか昔やってた時はあー間に合わねっていうのがやっぱりあったりするので、そういう時はもう先にあー食らうなって思ったらもうそこに合わせてケアルラとかをね、こう栄翔しといて、ヘッダー系ド満タンみたいな、まあ、そういう、なんかこう、ヒールを合わせてあげるっていうようなことが、まあ、ちょっと慣れてくるんですよ。で、学者だったら、逆にもう攻撃食らう前に、コブっていうバリアがあるんで、まあ、HP も回復できるんだけど、その回復分がもうバリア効果があるんですよね。なので、次に食らう攻撃が、もうそもそもダメージが半減できるっていう、まあ、そういう、なんかアビリティっていうか、スキルっていうかね、そういうのもあったりするんで、まあ、結構なんだかんだでそういうのが、まあ、分かってくるのかなっていう。だから僕ね初見のコンテンツめちゃくちゃ弱かったんですよ。要は敵が何してくるか分かんないから、いつバリア張ろうみたいなね、だ常にもうとにかくバリア張っとくみたいな、まあ、そういう結構行き当たりばったりなヒーラーだったんですけど、結構そんなもんですよ僕。だからダラダラプレイヤーだしのほほんだし、もうエンジョイ勢、完璧エンジョイ勢、もうライト層のエンジョイ勢、もうなんかもうだからあれだから、もうコンテンツってもうなんていうの、遊園地にあるアトラクションみたいな感じで僕は捉えてるんで、あんまりだからね、装備を求めて周回っていうのも、まあ、時としてやりますよ、もちろん。やるんですけど、なんかあんまり、なんかリセット日とか、なんとかコントカーストーンとか、アラガントームストーンか。あれをカンストさせるとかって、あんまり気にしたことがなくて、まあ、カンストさせるしね、いっぱいこう、アイテムっていうか、そういうのが、あるに越したことはないんだけど、あんまりそこを重要視してないっていう人なんですよね。なんか14自体がほら、ファイナルファンタジーのテーマパークみたいな感じじゃないですか。ね、3のこなんか、ああいうネタがあったりとか、なんていうの、1から13までのね、いろんなネタがこう入ってるじゃない。だからなんか遊園地気分で僕は遊んでるんですけど、まあそういう感じなんで、まあね、まあそれは置いといて、まあヒーラーってそんな風に慣れてくるわけですよ。でその状態でいざ自分がタンクをやると、なんていうのかな、自分がこう学者やってる時にタンクにこう何コブ投げてた時とか、あこれ食らうなと思って栄翔をもう先に唱えてたとか、そういう場面の時に、まあ、タンクを実際にね自分がやる時だと、なんていうのかな、自分がそのバリアをかけてたタイミングで、要は自分自身のバフを使えば
なんていうの、食らうダメージが軽減できるわけですよね。意味分かってくれるかな、意味分かってくれるかな。もう敵が痛い攻撃してくるなって分かった時点でもう思い出すのよ。あ、この時俺そういえばコブ投げてたみたいな、だからあバフ使おうみたいな、これ絶対痛いやつだってバフ使ったりとか、なんかそういう感じ、そういう感じ。なのでタンクとヒーラー両方やってると、まあいろいろとこうなんか分かりやすいんじゃないかなって僕はなんとなく思います。だからタンクを先にやってる人ってさ、やっぱり自分がボコスかボコスか殴られるわけだから、ダメージ食らうの自分ですよね。やべ死ぬっていうタイミングもやっぱ分かってるわけじゃないですか。なんかこの攻撃痛いんだなとか、あこれはかわせるなとか、あこれは絶対かわせないし痛いやつだなって思ったら、まあ、バフ耐えたりとかすると思うんですけど、まあそのタイミングでいざ自分がヒーラーやったら、まあ、回復を投げてあげればまあ大体大丈夫っていうか、まあもちろんコンテンツによってはね、それでも間に合わないっていうのはあったりすると思うんですけど、まあ僕はそんな感じかなって思ってます。うん、だから DPS が本当に分かんない、なんか、うん、どこで何すればいいか分かんない。結構 DPS ね、ほんと上手な人とかも結構いるんですけど、いやダメージ与えればいいんだよって言われるんだけど、いやなんか、いやーむずくない、だって何なんかダメージをいっぱいね出すっていうのってむずくない、むずくないっすか。俺すっげえ難しいなと思うんだけど、すごいなと思う。だから DPS が一番多いじゃないですか、14って。いや、まずそれがすげえなと思って。いや、俺もうぶっちゃけね、ぶっちゃけ正直に言いますよ。正直に言いますよ。俺、タンク以外やりたくないもん。いや、まあヒーラーもやりますけど、ヒーラーもやりたいかな。いや、正直に言うと DPS 本当に俺大っ嫌いなんですよ。あ、本当にやりたくないの。いや、侍ちょっとやりたいですけど、侍文句ぐらいかな。あー、面白そうとか、あ、面白いと思うの、そのぐらいで。いや俺ソーサラーとかほんとできないの。ただあのモシャーヌみたいなさ、虫がいっぱい出てくるとことかはソーサラーとか遠隔いいなと思うんですけど、レンジ DPS とかねいいなと思うんですけど、虫に触んなくていいじゃん。いや俺が触ってるわけじゃないんだけど、このポリゴンの塊のね、このハゲが、ハゲっていうか、まあメインキャラは女だけど、あの人が触ってるだけなんで、別に俺は触ることない。俺触ってるのコントローラーとキーボードとマウスだけだから別にいいんですけど、なんかね、なんて、まあ、自分で作ったキャラだからやっぱりね愛着あるじゃない。だからそのキャラクターがね、虫にこう斧でぶん殴りに行くとかね、絶対あの虫のなんか飛び散った汁とかさ浴びてるじゃんこいつら。まあ今リムサで泳げるようになったけど、あれ塩水じゃん、なんかベタベタするじゃん絶対。だから なんかねあの、まあ、まあハウジングの中にシャワーはありますけど、でも洗濯機ないじゃん、洗濯機ないじゃん、装備どうすんのって感じだよね。それ虫の汁浴びたその装備どうすんのみたいな、洗濯したいんだけどみたいな。で装備着たまま何風呂とか入ったらちょっとなんか汚ねえじゃん。なんかね、嫌だよね。だから俺服着たまま風呂入んないもん。服は洗濯機でしょ？今も俺洗濯してるんですけど、うち洗濯は僕なんで、なんていうのかな。なんかね、すごい、そういう時ソーサラいいよね。あんま汚れないよね、多分。だって遠くからほら、虫の汁浴びない距離で弓打ったりとか、銃をバーンってやったりとか、ね、あの、ファイヤーとかやるわけでしょ。だからいいよね、あれはね。あ、そっか、でも黒魔導士に消毒してもらえばいいか。ブリザジャやってもらって、その後ファイジャーでこう乾かしてもらうとかね。いいよね、それでね。いいよね。でも、気候子もいるから今ね。気候子ブーって火吹けるじゃん。あれでも乾くよね、きっと。乾くっていうか燃えるかもしれないけど。なんかね、うちの嫁さんの話では、修理、装備を修理した時についでに洗濯してるんだっていうね。そこは、ね、そのムービーとかカットシーン入れちゃうともうリアルすぎてみんなやめちゃうから、もうそこはカットしてるだけだよっていう風に、まあ、僕に言ってくれてるんですけど、なんかねちょっとこうハウジングで洗濯するシーンみたいな欲しいよね。それ安心、すごい安心。なんか洗濯板とかでさ、あのセフィロトの武器とかもうだってどっからでも洗濯板じゃん、あれおろし金みたいなのあるじゃん、斧とか剣とかさね、あの暗黒騎士の武器とかセフィロトじゃなかったっけ、あれなんかおろし金みたいなさ、なんかもうどっからでも洗濯板じゃん、あれあのね、あのチョコレートみたいなのあるでしょ、洗濯板じゃん。洗濯板今知らない人いるかもしれないけど、知らなかったらググってください、洗濯板。俺ちゃんと洗濯板の使い方も知ってますから、俺おばあちゃん子なんでね。まあそういうので、ちょっとね、洗濯してるシーンみたいのがあれば、すごいなんかね、ありがたいなと思うんですけど、ちょっとまた話がそれましたけどね。まあそんな感じなので、まあ僕はタンクとヒーラーをよくやるんですけど、まあ両方やってると結構楽しいです。楽しい。なんか、うん。まあ、なんだろうな、まあ、それで失敗して全滅するっていうのはやっぱりすごい楽しいんですけど、僕はギャーっつってね、なんじゃこれっつってみんなでパタパタ死んでいくみたいな、まあ、死んでいくっつうか死んでないよ、倒れてるだけでね、このポリゴンの塊の人たちがパタ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 倒れてるだけで、まあ、ゲームやってる現実の僕は死んでないんですけど、
うん、今ちょっとね、疲れてますけどね、お仕事ちょっと2つ、結構真面目な仕事2つになっちゃったんで、ちょっとすごい疲れてますけど、まあ、死んでないんで、何の話これ。まあそういう感じなんですけど、まあまとめると、まあ、これからタンクを始めるんだったら、あくまで僕のおすすめは一応ナイトで、ヒーラーだったら、まあ、白魔導士ちょこっとかなちょこっとかな。で、まあ、タンクとヒーラー両方とも、まあ、やっていった方が、まあ、分かりやすいんじゃないかなっていうのはちょっと思います。はい、な感じで、まあ、参考には多分そうならないとは思いますけど、まあはい、話半分に聞いといていただければいいんじゃないかなと。うわ、びっくりした、今誰かいると思ったらエッタちゃんと筋肉さんだった。あー、びっくりした、すっげえびっくり。あー、これエッタちゃんいいな、これな、顔汚れてんだよこれ、ほら、うわ怖っ、怖いこれ、これ、あ、消えた、はい、というわけで、そんな感じでございましたけど、何の動画かよくわかんなく、あ、消えた、はい、というわけで、お付き合いいただいた方々、ありがとうございました。はい、またちょっと、もういい、はい、すごい不定期な更新になると思いますけども、またね、なんかお暇な時に気づいたら、アップロードしてるかもしれないので、はい、またお付き合いいただければなと思っております。ほいでは、したっけねー。ね、これエッタにやられたんで、これほらエッタに丸焼きにされてる、これ。なんでもないです。